はい、お疲れ様です。お疲れ様です。山田君、頑張るね、はい、いやー、恵まれですね。もう展開に、いやいや、はい、山田君がやっぱり、自力が主体やろ。そうですね、先行とか、はい、まあ、先行が一番好きなんで、うん、なんか、中部の人が何人か、6人かなんか乗って、はい、あ、そうですね、二手に分かれたと、はい、いうことやけど、まあこういうことは経理選手はいつもありがちなことやもんね。そうですね、うん、はい、もうしょうがないんで。しょうがないね、はい、で、明日はこの武田君とかいう先行選手もおるけど、自分が先行してみたいと。そうですね、もう自分のやることやって、うん、はい、あとも結果ついてこればいいかなと思ってます、うん、で、コーチのね、この500バンクにつけて、山田君はね、どういう感じを持ってます？今まで大嫌いだったんですけど、うん、もう3場所走ってもいいこと1個もなかったんで、でも今回、はい、もうすごくいいんで、うん、まあ、この今の感じだと走りやすい感じがしますね、ちょっと、うん、なんかの新聞でちょっと高知経験が苦手みたいなことを見たけど、そうですね、はい、今度は苦手じゃないかね。そうですね、まあ、もうこれ終わったら苦手じゃないことになってると思います、うん、なら、高知経験を喜んで来てよ。はい、もうぜひ呼んでください。で、はい、で、まあ明日はね、まずそのことにて自分の力を出し切って優勝を狙うと、はい、いうことで、明日ね、後ろに先輩方もついちゅうろうきをね。そうですね、で、よく頑張って高知に、高知競輪を苦手を持たんと、はい、意識を持たんとつよね。今度も来て頑張ってくださいよ。はい、頑張ります。はい、どうもありがとう。ありがとうございました。